わがままにパパを大事に。あの、いつもありがとう。おいしい。おいしい。ちゃんと入れちゃじゃん。あ、そうだ。記念に写真撮ろう。いいね。いやもういい。なんでなんで、はい、なんか入るの。写真撮ろうよ。ちょっとこれすごい危ないから。ありがとう。また。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これじゃ分かんないけど、このグリコマーク。これみんな欲しいだろうな。いただきます。お疲れ様でした。やっぱりこのポッキーをつなげて、ポッキーの箱をつなげてハートを作って、そこからサプライズするっていうこの企画はとても斬新だなと思ったんですけど、なんか若い子の中でこういうのが流行っているというのを聞いてとても新鮮だなと思いましたし、うちの娘もきっとやるのかなと思って、そこがすごい印象的でしたし、あと今日は天気が雨予報だったんですけど、ものすごい天気が良くなったので、まあ私の晴れ女のおかげかなと思ってます。子どもの頃の記憶で、私小学生の高学年ぐらいからずっとピアスを開けたくて、で母親にピアスを開けたいって言ったら、自分の体に穴を開けるなんて絶対許さないって言って、で16歳になったらもう一度言ってきたら考えてあげるけど、もうその頃には忘れてるでしょって母親に言われて、でも私はそれが多分11歳ぐらいだったと思うんですけど、ずっとピアスが開けたい、ピアス開けたい、ピアス開けたいと思ってたんです。そしたら16歳の誕生日のプレゼントに、私が描いた絵をモチーフにしたピアスを母親がプレゼントしてくれたんです。泣きそうですか？いやでもそれはすっごい嬉しくて、本当に嬉しくて、すごい記憶に残ってるんですよね。こんにちは、南沙羅です。私の父がバレンタインの次の日が誕生日なんですよ。でその毎年誕生日プレゼントも兼ねて贈り物をするんですけど、ホワイトデーに必ずお返しをくれるので、なんかこの大きなハートポッキーを多分あげたら、ホワイトデーにすごい倍の大きさになって帰ってくるんじゃないかなと思います。ポッキーの新 CM が完成しました。今回は見ていてほっこりするような、なんか可愛らしい映像になっているのかなと思うので、ぜひご覧ください。緊張してきた。今更俺は会社じゃね。やっほパパ早く。あ、帰ってきた。ハートポッキー、おう、感謝の印、喜びの声をポッキー1本分で、はい、有頂天。じゃあお母さんは愛のままに、わがままに、パパを大事に。ちょいちょいちょい、いつもありがとう。これからも家族でポッキー何本分話そうかな。シェアハピネスポッキー。